始まりましたデジタルソース。この番組は専門学校デジタルアーツ仙台の声優科2年生が毎回テーマを変えてお送りしているインターネットラジオです。今回のパーソナリティは歩くことと食べること大好きチェミスケです。皆さんはお出かけ先などでちょっと変わったソフトクリームを見かけておって思ったことはありませんか？季節のフルーツや野菜、その土地の特産物、時にはどうしてそれをソフトクリームに入れてしまったんだと思わずツッコミを入れたくなってしまうものまで、その土地そのお店でしか味わえない面白いソフトクリームって結構たくさんありますよね。というわけで今回のテーマはソフトクリーム。甘い味と香りで心まで満たしてくれる定番のバニラも捨てがたいですが、今回は定番のものとは一味違うちょっと変わったソフトクリームに絞って調査してまいりました。今回のテーマはソフトクリームということで、東北各地から生徒が集まっているデジタルアーツ仙台の声優科の学生約70人を対象にアンケートを実施。変わったソフトクリームや面白いソフトクリームの情報を募りました。すると東北には結構面白いソフトクリームがたくさんあることが分かりました。例えば山形のクラゲソフト、これは本物のクラゲが入っているそうです。あとは果物も多かったです。ラフランスソフト、山ぶどうソフト、スイカソフト、あとはこれは東北ではなくて東京なんですけれども、アセロラソフトやカシスソフトなど結構面白い果物を使ったソフトクリームがたくさんあるみたいですね。あとは秋田の醤油ソフト、一時期醤油スイーツって流行りましたよね。みたらし団子みたいな感じで美味しそうだと思います。あとはこれはどうなんだろうと思ったのが、大阪にキムチソフトというものがあるそうです。甘辛いんですかね。あとは富山のチューリップソフト、それからラベンダーソフト、これは北海道ですかね。お花を使ったソフトクリームもあるようです。あとは岩手にバラのソフトクリームもあるみたいですね。それからこれは変わり種だなと思ったのが、宮島の鹿ソフト、これはなんとですね、鹿のお肉を使ったそぼろがソフトクリームに入っているそうなんです。これはどんな味なんでしょう。ベースになるのはバニラなんでしょうか。これはちょっと食べてみたいんですけれども、さすがに宮島までは行けないので、今回調査をして山形に面白いソフトクリームがたくさんあるよという意見が多かったので、山形なら仙台から仙山線で行けるぞということで、12月某日声優科の仲間たちから得た情報をもとに電車に乗って山形へソフトクリームを探しに行ってまいりました。その模様をお聞きください。というわけで山形県にある道の駅にやってまいりました。今日の山形はとっても寒いです。吐く息が白いです。ちょっとだけ雪も降ってます。建物の周りには山形らしいラフダンスや、あとお米のつや姫などの上りがたくさん立っています。秘伝豆ソフトクリームの看板がありました。早速中に入ってみましょう。まずはじめに私がお邪魔したのは山形県河北町にある道の駅ブラッドピア。すぐそばを日本三大急流の一つである最上川が流れる自然豊かな環境の中に、3階部分だけが一回り大きく外に突き出たちょっと不思議な形の四角い建物がありました。入り口の脇に立ててある緑色のソフトクリームのイラストが書いてある秘伝豆ソフトの看板を発見した私は早速店内へ。まるで地元に帰ってきたような暖かくて落ち着いた雰囲気の店内には、紅花を使った赤いお砂糖や梅酒のようにさくらんぼが丸ごと2粒入ったさくらんぼのお酒、ラフランスなどの果物、山形限定の銘菓や手作りのドーナッツ、それから秘伝豆を使ったお豆腐や豆乳などたくさんのお土産が並んでいて目移りしちゃいました。お店の奥に進むとアットホームな雰囲気の喫茶コーナーが、そして
お目当ての秘伝豆ソフトクリームの張り紙を発見。早速注文してみることにしました。すいません、秘伝豆ソフト一つください。280円になります。はい、300円お預かりします。20円のお返しです。お待たせいたしました、秘伝豆ソフトです。はい、ありがとうございます。ついに噂の秘伝豆ソフトをゲット。近くに置かれていたストーブで温まりながら、店内のテーブルで早速いただくことにしました。私、秘伝豆ソフトって初めて見たんですけど、見た目はお豆の色というよりは結構白に近いですね。そしてよく見ると緑色のお豆の粒々が見えます。本当にちっちゃいんですけど、ほんのりとお豆のような香りはします。では早速一口いただいてみます。いただきます。あ、すごいお豆だ。これ口に入れた途端にですね、見た目が白いんであんまりお豆っていう感じがしなかったんですけど、お豆の味が広がります。で、食感もすごく滑らかで美味しいです。これ最初にお豆の粒々が見えたんですけど、食べてみるとすっごい滑らかで全然粒々気にならないです。甘さが控えめなので甘いものが苦手な方も美味しく食べられると思います。初めての秘伝豆ソフト、すっきりとした甘さと滑らかな食感で思わずもう一つ食べようか迷ってしまったほどでした。ブラッドピア限定のここでしか食べられない味。建物の外は雪もちらついていてとても寒かったのですが、店内のあったかい雰囲気とセットでほっこりと堪能しました。さて、続いて私が探しに行ってきたソフトクリームは、せっかく山形を訪れたなら絶対に味わっておきたい赤くて可愛いあのフルーツ。今度は山形県にある観光物産館にやってきました。ここでは有名なさくらんぼソフトがあるということで、さくらんぼソフトを探して中に入ってみたいと思います。そう、私が探していたものはさくらんぼソフトです。というわけで、素晴らしい歌声に迎えられ、次に私が訪れたのは山形県観光物産会館。まるでテーマパークのような半円形の屋根の入り口から中に入ると、広い館内には銘菓、漬物、こけしなどの民芸品、地酒やワインなど山形県各地の名産品がたくさん並んでいました。しばし館内を探索しているとピンク色のソフトクリームの写真を発見。これぞ探し求めていた噂のさくらんぼソフトに違いありません。早速レジに向かい注文です。はい、どうぞ。さくらんぼソフトです、はい、お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。さくらんぼソフト、想像よりもちょっと大きくてボリューム満点です。館内は本当に大勢のお客さんでにぎわっていたので、建物の外でいただくことにしました。あ、すごいさくらんぼの色ですね。ほんのりピンク色で、桜色、淡いピンクです。それでまだ食べてないんですけど、持ってるだけですごくさくらんぼの甘酸っぱい匂いがします。では早速いただきます。美味しいです。すごい口の中にふわっとさくらんぼの甘酸っぱい味が広がって、で食感がすごい柔らかくて、もう口の中に入れた瞬間にさっと溶けて、あとはほんのり甘酸っぱさが口の中に残ります。美味しいです。定番のものとは一味違う、その土地その場所でしか食べられない味。今回は山形にお邪魔しましたが、私たちの住んでいるこの日本にはまだまだ私たちの知らない面白く、そして美味しいソフトクリームがたくさんあるはずです。皆さんは今までいくつ出会いましたか？お出かけ先で偶然出会った時に食べてみるのもいいですが、たまにはいつもと違うソフトクリームを探すために出かけてみるのも楽しいかもしれないですね。今回のパーソナリティはチェミスケでした。次回のデジタルソースもお楽しみに。